こんにちは。正直者がバカを見るの世の中、久保哲也でございます。総務省ひどいですね。それから菅総理のご長男さん、あんまりですね。あんなことをねやってしまえば国民の批判は免れないのと同時に、官僚の皆さんもね、毅然として断ればいいけども、菅総理の長男でしょ、断りにくいですよそれは。いや、正直者がバカを見るというか、あれで更迭された、まあ更迭とは言ってない、人事異動って言ってますけどね、高級官僚の方、なんかやっぱ気の毒なところがあるし、いやだからこそ毅然として断っていただきたいかなと思いますよね。いや、それから週刊文春の取材能力が高いですね。警察とか刑事とか何やってるんですかね。ほんとね、日本の警察機構の調査能力を疑っちゃいますよ。だって週刊文春って単なる雑誌社ですよ。こういうふうな週刊誌を作ってる取材能力の方がかなりレベルが高いじゃないですか。しかも国会で取り上げられたことが何回あることか。警察っていうのは一体ね、何なんですかね。国家権力っていうのは、なんか弱者を貶めるだけのために存在するのか。ああいうふうな巨悪に立ち向かってこそ警察庁だと思うんですよ。まあ検察審議会とかねありますし、それから、例のね、あれ麻雀疑惑あったじゃないですか、黒川さんの検事総長問題。ちょっとね、もうちょっとこう出し抜かれないように、瞬間文春に出し抜かれないように頑張ってほしいなと思いますし、あと報道機関、新聞の後追い模様の恥ずかしさ、朝日新聞、毎日新聞がああいうものこそ先行して取材しないと、なんで週刊誌にやられちゃうんですか。予算が全然違うでしょ。 NHK もそうですよ。7000億とか8000億とかね、余らしてるくせに、ああいう小さなって言ってもでかいですけども、週刊文春みたいな雑誌社にかなわないわけですから。週刊文春にいらっしゃる社員の方とか、取材をされてる記者の方とか、もう相当すごいですよ。 NHK や警察よりもレベルが高いというふうな結果が今回出てたんじゃないですかね。今までもそうだったんですけどね。どうなんですかね、これは。この辺、捜査を担当する警察の方とか、それから報道機関の長たる NHK、恥ずかしいと思わないんですかね。まあそれとやっぱり元を正せば、菅総理の目の届かなさ。菅総理ね、やっぱり忙しい忙しいって言っても、家族にはやっぱり目を配らせないとね。別人格だからといってもそれで済まされる問題じゃないですよ。なんていうのかな、ちょっとね、例えがおかしいかもしれませんけども、昔モーニング娘。のごまきって言ったじゃないですか。後藤真希さんのね、弟さんが犯罪をやった時でも、後藤真希さんは謹慎してるわけですよ。ね、芸能人ですらそれするわけですよ。なんでね、法律の専門家たる国会議員、それができないんだろうなと思っちゃいますよね。だから菅総理には私ね、総理をしばらく続けてほしいともらってるんで、なんとも言えないところなんですけども、ただね、弟さんがああいう不祥事を起こした当事者じゃないですか。これ弟さんのせいですよ。官僚がね、なんかこう罪を被るのはお門違いだと思いますよ。菅総理の長男が、菅総理がね、厳罰を持って、それこそね、総理大臣特命かなんかで断罪するべきですよね。これは終身刑に値すると思います。それこそ河合案里の買収劇よりも、河合克行の買収劇よりも立ちが悪いですよ、これは。私はそう思いますけどね。もう怒り奮闘でございますよ。正直者がバカを見る、今日の動画いかがだったですかね。正直に生きてるのになんで報われないんだろう、ね、何も悪いことしてないと、ね、おかしな人事に全く関わってない一般庶民が切り詰める生活を強いられて、そしてけなされて、いろんな保護からねこぼれ落ちてね、これでいいんでしょうか。そして悪どいことをしてる人が国会でもね言い逃れをして、記憶にありませんとかね、思い出しましたとか、ね、天を仰ぐような気持ちですとか言ってね、こっちが天を仰ぐわみたいな感じですよね。そんなことやってる間にね、日本国内で足を引っ張り合ってる間に、もっと大事なことがあるんですよ。中国海警局迫ってますよ。尖閣どころか沖縄、そして新潟から北海道から日本取られちゃいますよ。どうなんですかね。将来世代に月を残すわけにいかないって消費税のことをわーわー言ってますけども、そんな問題じゃなくてね、将来世代に月を回すのは、将来世代にこの重大な国際紛争、これを残しまくってるんじゃないかと思うんですよ。拉致問題も全然解決してないでしょ。それこそ日本国民全員拉致されちゃいますよ。拉致リズムね、チラリズムじゃないけども、
ラチリズムがなんか起きちゃいますよ。これは私はねちょっとねなんとも腹立たしい思いですね。もう、もう国会議員になってね全部やり直してやりたいぐらいですよ。いってらっしゃい。